名古屋、別名、ルブクバジャは、インドネシア西部リアウッショ島州バタム島の主要な町で、あり、10.8平方キロメートルの範囲に及ぶ、行政地区の中心地である。2010年の人口調査によれば、人口は8万780人であった。しかし、急成長を遂げている他の多くの都市と同じように、バタム島では、スプロール現象による、都市化が続いている。 名古屋ヒルモールは、この地域における最大のショッピングモールであり、A&W、ピザハット、KFC などといった人気の高いファーストフード店などが出店している。家庭用機器類、ファッション、電気器具類なども幅広く扱われている。モールの中には、唯一のグロサリーとして、ハイパーマートが出店している。周辺には、2つ星から4つ星のホテルが多数、立地している。 名古屋という地名については、日本の名古屋と関係があるという諸説が流布しているが、定かではない。その一つは、第二次世界大戦中に名古屋の部隊が当地に駐屯していたことが由来とするもので、現地でも信じられているが、そのような日本軍部隊の駐屯の事実は確認されていない。もう一つ、1970年代に当地で開発援助に当たった。 日本の商社関係者に名古屋と縁のある人物がいたことが契機とする説があるが、こちらも確認されていない。名古屋ヒルモールの金傍には、小規模な路面店の食堂が多数あり、グリルしたシーフードや、さて、オタオタなど、地元の食べ物が提供されている。食べ物は、おおむねスパイシーである。名古屋の中心部は、バタム島における最大の歓楽街が形成されており、 観光客などの間では、英語のザ・ The、名古屋エンターテイメントディストリクトを略してザ・ネドと称されており、マッサージ店やカラオケ店などが集まっている。バタム島はシンガポールに近く、シンガポールのハーバーフロントセンターから、バタムセンターフェリーターミナルまでは、フェリーで60分から70分とされ、名古屋へはフェリーターミナルからタクシーで20分ほどで到達できる。ウィキボヤージュには、 名古屋に関する旅行情報があります。ありがとうございます。